軍内におけるノイエンドルフザクセン版での位置、ノイエンドルフザクセン版では、ドイツのシュレースビヒホルシュタイン州、シュタインブルク郡にあるビルスターマーシュというアムトに属する基礎自治体である。この村は、ドイツの標高最低地点を含んでおり、それは、海面下3.539メートルである。この村の歴史は新しく、2003年1月1日に、 ノイエンドルフ・バイ・ビルスターとザクセン・バンデが合併して誕生したブレーデン税が始まりである。この新しい村は同年4月15日にノイエンドルフ・ザクセン・バンデに改称した。田舎である、この村の経済は主に農業で成り立っているが、村の登規簿によると30の小さな事業所が立地する。村役場はコールマークと25番地にある。 村議会は11人の議員で構成され、ドイツ社会民主党所属が1人、ドイツキリスト教民主同盟所属が5人、無所属が5人である。村議会の主要な議題は、2003年に実施した合併に関するものや、ドイツで全国的に顕著となった地盤沈下、村を流れるビルスター側という小川に関するものなど、地域の地理についての政治課題が多いところが特徴的である。 ありがとうございます。